いや、マジでさ、序盤の方を駆け足で行って、最後、国営網とか、静電子とか、荒鍵爪とか、もう絶対きついから、何をどう間違えてもむずいから、そんなことはもう分かりきってるんでね。今のうちに楽しんでおかないと。あ、こんぐらいか、超特殊。ふーんって思わせてよ、僕にも。痛えな、お前。痛えな、お前。ちょっと待った。忘れてた。僕、ガルルガの攻撃、苦手なのいっぱいあったわ。そういえば。大丈夫かな、これ。いや、もうやるしかねえな。安全に行けばいいんだ。その攻撃とかすごい苦手なんだよね。ちまちまやろうぜ。痛えな、お前。弾かれる。ちょっと待ってくれ。弾かれるな。でもこいつは絶対これ壊せないから。回復した。かん、あー、漢方いらなかったか。まあまあまあいいでしょう。帰ってきたら白隼人終わってた。終わってるんだな、これが。もう倒しちゃってたんよ。ちょっと待って、むずくね、強くね。そして僕、あれやってないね。調合してないね、ダメだね。調合しましょう。戻り玉の調合もしてないね。はい、一回。わお、うわ、いって。うわー、あー、あぶねー。こ、強い。なにー、待ってー、赤眼やばいかもしれない。いやー、ちょっと待った。体力見よう。23,000 23,000。いや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 、23,000、23,750、攻撃力倍率 18.5 倍。なるほどね。18.5 倍、23,750。いや、大雪主は大雪主ってちょっと苦手なんだよな。まあこういう感じでちょっと地道にやるしかない。そう、この攻撃の後とかは安全だと思うんで。ああ、それになっちゃう。でここら辺を狙っていく感じ。うん、大雪主の方が HP 高い。すげえ世界。うわー、待て、ステイ。いや、ダメだ。帰らない、僕は。KO 持ってるんだから。これよりいい条件はなかなかないから。帰らない。まだ帰らない。強っ。普通に強い。祝うがち、祝うがち、なんかね、なんか、あん、そこら辺もあんまし得意ではない。死んだ瞬間、リタ選べてたら帰れてた。ああ、そうか、なるほど。どうも、こんばんは。スタンしろよ、そろそろ。してもいい頃合いだろう。いや、これ避けらんないんだって。ねえ、それダメなんだって。どうやって避ければいいんだよ、それ。わからないよ、もう避け方が。どうやって避けろと。はい、ガボー。来ない。くるんと来て、あれやんないの。よっしゃ、スタンしろ、スタン。
とりあえず逃げよう。これでああれやんでしょ。そう、それやんでしょ。そう、それ怖えんだよな。いや、そろそろスタンしてもいいと頃合いだと思うんだけどな。あ、さっきのサマスはもうマップの端っこにいたからダメだった。スタンしねえ。ま、やっぱ超特殊ってスタン耐性高いんかな。多分そういうことだよ。これだってもうこんなスタンしないの、そういうことしか考えられないよね。ゼロ分身で映ってたらリタする。まあ普通はそうだよね普通そうだと思う。それが普通だと思う。で逃げて、タテコンの出番か。わざわざタテコンをする時代来る。これがさ、なんかでけんだよな。いやー、その攻撃僕多分一回も受けられてないよ。行って。スタン、あ、スタン耐性やっぱ上がってるか。いや、この岩マジで助かってる。この岩に僕は助けられてます。キリン、壁はめ、柱はめか。みたいな感じで。お、疲れた。ざまざま。よし、やるか。いや、君がちょっと疲れたって言うから、そろそろかなみたいな。ごめんね、ごめんね。今からちょっと本気出そっかな。ちょっと君疲れちゃってるみたいだけど、ごめんな、ごめんな。僕ちょっと今エンジン上げるからさ。エンジン上げちゃダメ、ギア上げなきゃ。エンジンはかけろ。滑空攻撃を避けるには尻尾振る直前でないと。いや、きちいきちい。タイミングわかんねえ。危ない。もう一回来るでしょ。危ない。でもう一回来るでしょ。危ない。それほんとやだ。ふーん。いや、緊急回避も辞さない考えでいかないとマジで無理だよ今日は2体でいいかな2体できたし今日は十分かな。そうはならないように頑張ります。いやー、きついな。起き上がるんじゃないよ。あ、これ危ないね。今僕なんか分かったよ。やってきそうだなっていうのがなんとなく分かったわ。これ多分でも、あ、よかった。マジで岩パイセンありがとう。君がいなきゃ僕はやっていけないわ。君がいれば僕は頑張れる。君がいるから、君がいたから。マジで岩パイセン強力すぎるんだよなこの岩すごい。マジで安心、安心安全の岩。この裏に回って 23,750 がどうした。その程度の体力、岩の方がよっぽど強力だわ。いや、避けられん。マジでさ、避けられないんだが。はい、岩最高。頭柔らかいから思ったより低く、あ、体力低く感じる。うわー、もう何そのモーション。ちょっと知らないそれ。僕の知らない君の表情を見せないでくれ。ふーん、ダメだいや、やっぱ回避1ってダメだな。でもすぐ回復するからこれは大丈夫。いやん、わあ、ちょっと岩危なかったな。そう、回避1なんだよ。いや、マジでスロット1個でさ、まあこれはスロないからまあ不可能なんだけど、いや、回避2にできればな。当たんね。でかい。ちっちゃければ本当にやりやすいのに、でかいこいつ。
あ、来るわ。この時尻尾狙えないかな。尻尾もそれなりに肉質柔らかかったよね。尻尾の先端どんどんどん。いやマジでずっと無限にそれやっててほしい。頼むわ。いやでもひるむな。なんかナルガよりひるんでる気がするわ。1万5000のナルガよりも。はい、ガバガバガバでガボーンでしょ。知ってる知ってる。あ、そうだ、1段階分。そうだ、確かに壊したい。劣る劣る。むしろ壊しておいて毒弱体化させておきたいね。漢方薬が必要ないという状況に持っていけたらでかいわ。いやこの仮技ボーナスマジで強いね。その2つな武器、期待値だけで見たらさ、全然さ、なんかランキング結構下の方だったりとかって平気であるけど、やっぱそこでは測れないものがあるよね。はい、岩つゆ。いや、すっげえ、めっちゃ回り込んでくるじゃん、お前。やる気満々グローブじゃん。ここまで行っておいてよ。うわー、お前、2回ギャーギャーやってたの？で、こうして切れ味落ちないね、ほんと。臨戦がいっぱい使えてるから。さて君、いいのかな、そんなダラダラしてて。スタン取っちゃうよ。立てこん、ふうふう、立てこん。しっぽしっぽしっぽ、よし、いいぞしっぽ。いい尻尾だ、いい尻尾だ。はっ、よし、来るのは分かっていた。てか大体なんか同じようなパターン攻撃。危ない。風圧来るから結局これこっちの方が早い。回避でよかったかもしれない。前に頑張ってくるよね。でこの時に尻尾、いやマジでリーチが、リーチカスカスリーチ、なんてクソみたいなリーチなんだ。こんなの当たるわけないだろうが。これはもう尻尾狙うしかないでしょうよ、あなた。あー硬い、なんて硬さ。リーチー、リーチ、もうリーチがクソ。もうもうもう片手剣なんてもう本当にリーチがもうダメ。リーチ弱者はこれだから。いや本当サマソだね、こんくらいだね、こん時くらいだね。尻尾一発だし一発しか当たらないって何なんだよ。2発当てられた、嬉しい。あ、ここのタイミングとかどう。あ、2発当てられた、嬉しい。あ、死ぬかも、よかった。ちょっと怖かった、ちょっと岩パイセン、すいません。岩の呼吸、姫島さんだっけ、岩の呼吸の人は。岩の呼吸よくわかんないんだけど、岩の呼吸って何。なんか枯山水とかで岩が呼吸、あーだこうだみたいな、なんか言ってた気はするけど、それぐらいしか知らないよ僕。深く考えちゃダメか、今の呼吸に関しては。よし、金属地だけのオアシスこれに頼っちゃいけないんだろうけどね。やべ、危ね。いや頼れよ、何言ってんだよ。はこれに頼っちゃいけないとか、何その、なんか俺もやった苦労をお前もやらなきゃダメだみたいな理論、何言ってんの。シュルー、お前の毒はもう無だ。使えるものは全て使え、甘えるな。
使えるものを全て使わないのはむしろ甘えだ。お、意外といけるかもしれんぞ。あんなに不穏だったのに。ちょ、怖いです。はあ、ちょっと怖かったな今。回復しとこうかな、そのオアシス癒し行動してるけど、ここいればマジで絶対大丈夫って、すっげえ安心感、研いじゃうもんね。何これ、何この安全な戦い、すまん。これし、うわー、わあ、びっくりした、壊れたのかと思った今お前岩でぶち壊したのかと思った。雨だれ岩をうがつだもんな今。あの、何回も何回も自身の岩をぶつけてぶっ壊したのかと思ったわ。怖え、よかった。ほほう、今食らわなかったラッキー。これ会心の陣薬つけてさっさと会心ダメージで潰そう。あ、ちょっとやばいか。いや、マジでそれ助かるわ。ちょっとここ岩だから怖いけど。やべ、ラブホ溜まってなかった。やっ、いやー怖い。回復回復、あら、老けてないじゃないの。もうこれもうすぐじゃねえのこれ。あーあー、もういいのかな、やっちゃって。すいませんね、ちょっと すいませんね、やらせていただきますよ。2回目の疲労とかお前舐めてんのか。こんな時に疲労なんか起こしてたらお前餌食だよ、ハンターの餌食だよ、ハンターに襲われるよ。そんなフラフラじゃハンターに襲われるよ、気をつけな。むしろこれ尻尾殴りやすいなこの時。あー、いやん、全然当たらん。危ない、一旦回復しようか。あー、よかった、でもガルルが選んでよかった。初日3体はいけそうな気がしてきたよ、希望が見えてきた気がするよ。マジで壊すじゃんお前マジで壊すじゃん。へえ、なるほど、やっちゃったね、やっちゃったよ。なるほどね、それが君のやり方ってわけか。雨だれ岩をうがつだね。こいつ力を証明してきたな、自身の力を。よし、これでこんだけやって、ああ、それマジで避けにくいわ。うま、今の、今うまくね、今の一撃。うめえ、うめえ、今うめえ。はい、ガバー、はい。これ前行くといいね、なんか前への回避と横への回避だと若干ラグがさあるから、横だとなんか前への回避だったら間に合うわ、なんかそんな気がする。気のせいかもしれないけど、あ、やったー、危ねー。10分前に誰かとプレイヤー交代、知らんな、そんなの知らないな、何のことかな。いてててて、ちょっと待って、まあ安心したまえよ。まずは冷静に、ちょっと待った、はい、戻ろっか。いや、これは安全に行こう、これは戦術的撤退、いろいろなことを加味して、岩が壊れた今
安全にいろいろな状況を整えるためにはこれは必要なことだと僕は判断した。というかガルルがめっちゃやりやすいな。これさ、禁足地であればかなりみんなやりやすくなるだろうから、これどうなんだ。禁足地のやつまずやっていくと結構順調にいけるか。まさかその説あるな。よし、でこれで研いでいこうか。先研げばよかったわ。じゃあ次は静電子やな。それはない。それはない。禁足地ちょっと狭いけど、いいね。岩があるってだけで、あと段差も少ない。いや、でもやっぱ20分は行くか。来たな。おいおい。こっち来んな、バカ。いや、すごい回り込んでくる。すごいわ。なんで全モンスター禁足地じゃないんですか。それ F でなんで全モンスター闘技場にいないのっていうあれと一緒やん。要望がいけば変わるんじゃないかな。結局 F はほぼほぼ全て闘技場実装されたからな。いや、ちょっと待てよ。一瞬ぐるったね。一瞬止まったね。でも問題はないぐらいでしょう、今のは。日曜日でこれなら上出来よ。やはり収益オフは結構でかいと思うんだ。人数をいつもよりも多いし、そう、分からないレベルの人もいるから、だったらまあこれ十分だと思う。普通止まんねえな。てかなんか、うわ、それ今やる？殴るか。そう、今日はね、収益切って、まあ、スパチャできるんですけど、まあ、別の枠なんで。止まってる止まってる、いいよ。よし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 、いいよ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 。あ、そっか、耳が畳まれるのか。今頭壊してるから分かりにくいけど、そっか、耳畳むね。あ、終わったい、やべえ。こういうちまちまっていう、ちまちまっと当てていく、このこういうのすごい大事だと思うんだ。一発一発ちまちま当てていくの、この辺り当たんないでしょだと思った。いや、そこは当たるよね。戻り玉調合すればよかった。間に合うか。いや、これは逃げればいけるね。回復できる。よし、はい、計画通り。スタン取りてえけどな。またクシャッとやって切れ最大にしておいて。でもやっぱ落ちないな、この片手剣やっぱ強えわ。素晴らしい性能。あらあら、君それもう終わりなんじゃないか。そろそろな。まだまだ元気か。危ね、疲労きたー。これ本当に超特殊かよ。火力だけか、お前腕っぷしだけかよ。そうなんだよ、これリーチシジルと同じ現象起こってっから。切れ味回心率属性、隙がないと思うよ。でもオイラ負けないよ。隙がないよね。おい、どうだ、まあ、開幕二四つの剣はまあいいでしょう。あれはなんていうか、こう、あ、そういえば僕は超特殊と戦ってたんだっていうのをね、思い出させてくれるいいビンタでした。判断が遅い。
腹痛入れればいいのでは。腹痛結構でもいいか、いいのかもしれないね。なんか腹痛装備さ、若干防御力落ちると思ったけど、腹痛で上がるんだもんね、相当。腹痛で上がってくれて、で、さらに攻撃力ガン上げするわけでしょ、ガン上がりするわけでしょ。だから腹痛強えなってちょっと、思ってきちゃったわ。あ、赤眼装備腹痛？こいつは周回か？むしろ。やりやすいし。ワールドと違って気軽に入れず、まあそれはあるな。ワールドの腹痛気軽すぎ、ワロターなんだな。あぶねえ。いやダメか、場所が悪い。いやマジでそれブレス助かるわ。調合しよう。装飾品一つの発動ね、やばいよね。まあでもそうやってなんか分かりやすくスキルポイント制じゃなくて、スキルの入った弾を入れるだけで発動っていう風にしてくれたのは分かりやすくていいなと思うよ。やっぱ分かりやすさが一番大事。まずいか、いやいけんな。超特殊コンプした後に赤眼のおま神おま来た話する。いいじゃん、コンプしてもまだまだ楽しめるでしょ。コンプ、あーちょっと今危ないことしてた僕、今危ね、ちょっと痛いんですけど、やめてください。このため攻撃が来るのを予想していたにもかかわらず適当に殴ってしまったよ。ダメだね。はい、飛躍使い切り。ただ、あ、25分いってんのもう。いや、やっぱ2万3750、あれ、いくつだっけ。やっぱ多いね、体力。頭殴ってるけど、殴ってない時間もいっぱいあるから、やっぱ多いわ。いや、無理です、それ。本当に避けられないです。どう避けたらいいんですか、教えてください。これ来たんじゃねえの、まだなの。あ、そっか、オアシスに逃げてた時間が結構長かったか。確かにそれはそうかもしれない。いってえな。ここで回復でいいでしょ。よし、頑張ってくる？来るね。いや痛いな。赤眼連撃根性気絶無効挑戦者に不屈、おまけに火と雷耐性は10。いいなそれ。え、それさ、え、完全にあれじゃん、ライゼクスじゃん。え、ゼクスそれでよくない？終業ぴったりに終わりそう。パート1はパート1だけは2時間で終わりましたみたいな、そんな感じ。いやマジで避けられんそれ、きつい。え、赤眼装備めっちゃライゼクス良くないか？ここで回復。ゼクサルース、ルーツ作ってやってる人は結構見た。いや、ルーツちょっと大変だからさ、ちょっとやりたく、ソロだしさ、やるのきつい。ゼクス行くならルーツ一式。ごめん、ちょっとこれ一旦帰ろうかな。一旦帰るわ。ちょっと混沌の人脈はあるけど、調合しましょう。おそらくそろそろだと思う。いや、時間かかるな。わしは一人で全てやってるぞ。まあ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 、そういう人もいるでしょう。そういう人もまあ。で、作って、あ、そうか、飛躍これでもう終わりなのか。心眼の陣役やっておいて、会心の陣役、はい、はい、えおがギリギリ。赤眼装備はソロなら作らない理由ないレベルで汎用性高い。超特殊がこんだけ戦いやすいのであれば、結構僕はありかなって思っちゃうな。ここで素材ある程度揃えられたら嬉しいな。え、ちょっと、あー怖え、やめてマジで。
あ、飛躍もう一個あった。はい、ソロハンターでーす。結構いるね。回復のために漢方薬ちびちび飲む展開はあるのかなって。いや、一応さ、毒やばいかなって思ったけど、大丈夫だったね。いや、なんかごめん。今、終わった発言、終わった気でいる発言しちゃったけど、まだだね。これマジで30分しあるのか。30分身の可能性はある。うわー、30分いっちまうわこれ。マジか。え、ちょっと悔しい。耳たたんで、え、これ耳、あ、たたんでる、これ耳たたんでる。なんかよくわかんねえんだよな、耳たたんでるかどうか。はい、当たんない。はい、一撃も当たらない。なんかもう耳たたんだような気。まだこれ、たたんだのかよくわかんない。もう最初っ端でぶっ壊しちゃったからよくわかんねえな。たたんでる気すんだけどな。いや、痛い。君それ痛い、ほんと痛い。ちょ、無理やりやっちゃうわ。もう一撃は耐えられるだろうから。よーし。いやー、30分死んでしまったか。いや、まあまあまあ、でもまあ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 、嬉しい。よし。いや、ここまでベニカブと白ハヤテ赤眼一発か。よし。3体目。イエーイ。3体討伐。順調オブザ順調なんですけど。